来てくれた人いるかな？もう具が溶けすぎてさ、つかめないんだが。ちなみにこれはナスとオクラの味噌汁。ワイマツさん、クマかけ10匹ありがとうございます。ありがとう。地道なアスリアさん、クマかけ10匹ありがとうございます。ありがとう。2人ともありがとう。嬉しい。そう、オクラ入ってるからめっちゃトロトロっていうか、ちょっとネバネバなんよな、スープが。申し訳ない。ナスもさ、トロトロすぎて原型がない。マジで。なすびやからね、ご飯が。なすび好きな人はね、羨ましいとか思うかな。でもついになすびは今日これ全部食べたら使い切るんでね。毎日なすび生活が終わってしまいます。でも明日からそう、なんだろう、夜もさ、多分さ、帰ってきてから作んないし自炊しないと思うんですよ、まあ、疲れて。だからさ、なすびとか使っちゃわないとさ、腐っちゃうからさ。と思ってメスなすび消費してたんですよ。そうだからなすびがもう当分なすびはいいなって思ってます。 もうなすびめっちゃ食べたんで。 そう、この中の豚ミンチも超おいしいしさ、なすびのさ、もうとろとろ加減もやっぱおいしいですよね、焼いてるから。和幸さん、クマかけ10匹ありがとうございます。ありがとう。イエーイ。ね、味はめっちゃ 染みてる。味噌汁はめっちゃ染みてる。なんかとろとろすぎてマジで刺しで持てない。
そうなの。今から夕食、遅いね。遅い。仕事がないともう食べてるんやけど。遅いんですね。このナスビ巻くやつはめっちゃ美味しいからね、試してみて、みんなも。私も初めて作ったけど、超絶美味しいわ。なんかタレもね、あったんですけど、私は焼肉のタレにしました。絶対美味しいから。そう、絶対ね、何でも焼肉のタレは基本的にね、美味しいですからソーセージも焼肉の食べ食べてる 焼肉の時ソーセージって絶対食べない？私昔から絶対焼肉の時はソーセージも絶対お願いしてたし、大好きだったし、でも普段食べる時はソーセージは何もつけんかな。マヨネーズじゃないわ、ケチャップもつけへんし、焼肉のタレもつけない。うん、そう、もう味があるからね。あ、美味しかった味噌汁。あとちょっと残ってんねんけどさ、もうそれは明日飲む。なんかさ、初めて食べたさ、シャウエッセンめっちゃ美味しかったわ。なんかおばあちゃん家に行ったら、おばあちゃんがシャウエッセンを焼いてくれて、めっちゃ美味しかった。なんか家でシャウエッセンなんてさ、高いから食べないんですよ。でもさ、おばあちゃん家とかってさ、あるあるだと思うんですけど、なんか自分らの家ってさ、質より量やん。それ食べ盛りの子がいたりとかさ、子供が多いからさ。だけどさ、おばあちゃんたちってさ、あんまり食べんくて質のいいものをよく食べたりするやんか。そう、なんか質、量より質って感じやん。おばあちゃんとか食べる量も少なくなるし それでさ、おばあちゃん家に行った時にさ、シャウエッセン食べらせてもらってん。めっちゃ美味しかった。なんてこんなに美味しいんだってなった。我が家じゃ絶対シャウエッセンなんて出てこん 絶対出てこん。高いからね。ね。まあめっちゃ美味しいけど、ラスト一口。
ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったわ。我ながら上出来。美味しすぎてやばいわ。また忙しくなったらね、ちょっと自炊しなくなるからね。そう。今日差し入れでもらったパンもめっちゃ美味しかったんですよね。なんかね甘い系じゃなくてね、しょっぱい系のね、なんか黒トリュフうんちゃらかんちゃらみたいな味のやつだったんですけど、めっちゃ美味しかった。そう、何か知らんけど超美味しくて、めっちゃ美味しかったんですよね。写真のせ、あのストーリー載せたやつ。そう、クロワッサン、中にそう黒トリュフみたいな系のやつが入ってて、いつそうデリシャスでした。これはそう、あるよね、そういうやつがね。それ差し入れでいただいてめっちゃ美味しかった。ちょっとね、有名なところなんですけど、そう、有名なところなんだけど忘れちゃった、ごめん。有名なところなのに忘れてしまったんです、私は。ものすごく美味しかった。小田さっき食べてた？ああ、そうなんや。私はもうね、ちょっと食べちゃったんですよね、残念ながら。そう、食べちゃったんです、会場で。残念。めっちゃ美味しかったな。なんだ、ちゃんと見ればよかった、どこのやつか。美味しいで終わっちゃった。私はでもショールームが終わったら菓子パン食べる。食パンにチョコクレームを塗って食べます。食パンがさ、まださ、なんだろう、作られてさ、まだ賞味期限まで長い時のさ、まだ未開封の食パンってめっちゃもちもちで美味しくない？それがさ、なんていうの、賞味期限近い時に買っちゃうとさ、結構パサパ、もう初めて開けて食べたとしてもパサパサだったりとかさ、あとやっぱ時間が開けて時間が経っとったらパサパサになったりとかしちゃうよね。だからさ、日付がさ、長い、賞味までが長いやつがもし当たれば、めっちゃふわふわの、もてもてのいいやつが食べれますよね。ねえ、全然食感違うよね。え、それな、本当に。わかるー、だって。わかる。パサパサをトーストします。わかるー。いや、私はそのまだふわふわもちもちの時はトーストしないです。パサパサになったらトーストするんですけど、パサパサにならない、買ってきてもちもちの時はもちもちのまんま食べます。パサパサになりだしたらトーストして食べます。そうっていうね。そうそう、やっぱ食感がさ大切じゃないですか。だから、
ゆいなも ピザストーストはよく食べます。ピザトースト美味しいよね。だから食パンにチョコクリーム食べて甘いやん、まあ、しょっぱいの食べたいわと思ったらピザトーストにします。食パンを、食パンって6枚切りよく買うんですけど、6枚あるから。でも食パンめっちゃ食べ過ぎてた時期は6枚切りが 2日しか持たなかったです。そう、ご飯食べた後にデザート感覚で食パンめっちゃ食べてた時期があって、なんか秒でなくなってたよね。もうそういう時期もあったなって。懐かしきあの頃って感じ。あとは私がすごい一時期食パンにハマった時はあれがすごい食べたかった。なんかね、一斤で売ってる、なんだっけ、なんかめちゃくちゃ並ぶ超中身がもっちもちのふわふわの一斤の食パン、有名な店あるじゃないですか。それをめっちゃ食べてみたくて、そう、どこだったっけな、お店の名前ちょっと忘れてたんですけど、有名なところがあって、そのやつをねすごいなんかテレビとかでもよく取り上げられてて、めっちゃ並んでたんですよね、そこんとこでも一斤って多いなって思うかもしれないけど、これぐらいなんだけどね確か。でも全然食べれるし、フォッフォだからモモモモモモって。それめっちゃ食パンにハマってる時に本当にどうしても食べたくて、え、野上かな、ちょっと忘れちゃった、なんか神様みたいなやつところ、え、そこかもしれないえ、そこかも。なんかめっちゃテレビとかに超取り上げられて、じゃあそこかもしれない、ちょっと忘れちゃった、どこだっけなって感じ。でもそこをマジで食べてみたいんだよね、食パン。高いよ、そりゃ高いよ、いいとこやもん、いいとこやもん、めっちゃ高いでしょ。そんなそのスーパーとかに売っとる 100円ぐらいの食パンじゃないよ、作ってる手間が違うから。そらそれなりにせんとやばいやろ、赤字経営になってまうわね。さすがに赤字経営はかなわんでしょ、赤字は無理です。何円するんか分からん。てんてんはいくらの食パン食べてるの？ね、6枚切りでね、96円。安いでしょ？スーパーで売ってる一番安い食パン食べてる。いつも仰天さんの笑顔に元気もらってますやって、ありがとう、嬉しい。野上は今確か一斤972円だって。1000円するんや、高い、私のいつもの10倍やん、ほぼ10倍、ほぼ10倍やん。でも絶対美味しいやろうな、食べてみたい、食べてみたいけど高いね。それはちょっと自分へのご褒美、だいぶご褒美、だいぶご褒美しかじゃないと語れへんな。
だいぶご褒美でしか。でもね、ちっちゃい頃になんかよくさ、そういうさ、なんかいろんなところがあるお店みたいな行ったことがあって、なんかい、なんだろう、なんていうのかな、ちょっとちっちゃいさ、屋台みたいな感じでさ、お店がいろんなの出とって、そこでさ、なんか試食させてもらったパンがめっちゃ美味しくて、もうふわふわもっちもちだった。超美味しくて、まんまとさ買ったよね、ちっちゃい頃ね。まあ、買ったのはママなんだけどさ、めっちゃ美味しくて、そう、食べて超美味しいってなって、もう食べたい食べたいって私がめっちゃごねたでさ買ってもらったんよね ちっちゃい頃めっちゃファファやってん。そう、だからなんかそれまであんまりファファのさ、分厚いさ、もちもちのやつを食べ、大体いつも食べるのがさ6枚切りやん。でもその食パンってさ、その厚いのよ、1枚がこんな感じ でめっちゃ感動したんだよね、いつものこの薄いパンじゃなかったから、多分そうなんだと思う。え、おいしいってなったんだろうね。めっちゃ美味しいってなって、多分食べちゃったんだろうなって思うよ。そう、美味しい。なんかそういうふわふわのやつって焼かない方がうちは好きなんだよね。なんかわかる、焼いちゃうとさ、何て言うんだろうな、まあカリふわなんだけど、私はもうもち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 ってさ食べたくて、そう、もちもちでしながら食べるのが好き。そうなんです。あ、そうだ、みんな今日みんなにさ、店、いや持ってる人は持ってるんだけどさ、今日やっとね、いやもうマジでいつの話だよって思うかもしれないんですけど、耳だけ残して後でカリカリにする、だってフランスパンを好き、大好き、昔一時期フランスパンでガーリックトーストかにハマった時期がありました。めちゃくちゃ大好きでガーリックトーストめっちゃ食べてましたね。フランスパンのガーリックトーストが超美味しいんですよね。それを作ってよく食べてました。あとパンの耳だけ取って、あと油で揚げて砂糖をかけて食べるやつにめっちゃ一時期ハマって、あれってカロリーの爆弾じゃないですか。だって砂糖にで食パンの耳揚げてるんだよ、超やばいじゃん。でもそれに一時期超ハマっちゃった時があって、もうやばかったね本当に。あとお菓子でもさあるじゃん、そういうやつ、あれは家で作るやつでさ、お菓子でさ、なんかこれぐらいの長さにカットしてるさ、これぐらいのさ太さのさ何個か入ってるやつ売ってるじゃないですか、お菓子としてのなんかラスクみたいな感じの、あれに一時期ハマった時は本当にやばかったねマジで。なんかそういう、ほんと体に悪いもん大好き。てかもはや体に悪いもんしか好きじゃないんだろうなって思う、自分で。体にいいもの食べてる試しがない、自分の中で自分が。あ、そうそう、何をみんなに見せようかと思ったのよね。あのね、やっとですね、私、生誕グッズいただきました。なんか生誕グッズもらってなくてみんなに紹介できないんですよねって言ってたんですけど、今日はですね、今日やっともらってきました 今日マネージャーさんからもらって。みんな持ってますか？これがペンらしいです。ペン、
あ、ここにネームが入ってる。名前が。このペンがすごく、これちゃんと文房具屋さんと何なんかコラボっていうか提携というかなんかあれして作ってるやつらしくて、むっちょ書きやすいらしいですよ。これもうスラスラ書ける、めっちゃいいって。そう、これマジ仕事してペン使う人にはさ超おすすめ。まあおすすめってもう私の生誕のやつ終わってるんですけどね。よし、もうなんなら8月と仮定したら5月前、5ヶ月後前にもう終わってるんで、めっちゃいいよとか言ったとしてもあれなんですけどめっちゃこれ超書きやすくてすごいいいらしいです。メンバーも、あのそのもう生誕グッズで先にもらってるメンバーもめっちゃ書きやすいって言ってたぐらい、これめっちゃいい。扱ってる？みんな扱ってる？めっちゃいいよねこのボールペン。ほんでこちらが缶バッジ、23歳、23。これは私ゆりな。すっぴんと比べたらだいぶ顔違うんだけど、ほんでこれは生誕Tのデザインですね。これ3つセット缶バッジ、3つセット缶バッジ、これはこれ持ってる？みんな持ってるよ。だって素晴らしい、素晴らしい、ありがとう、素晴らしいよ、いいですね、素晴らしい、さすが私のファン。ほんで次これフラッグですね。これをあのこれをねよくねあのお話し会とかでねかけてる人見ます。ビジュアルはさっきと一緒なのかなって思います。もったいないが開けましょう。お話し会でこれかけてる人をたまに見ます。あ、ビジュアルはさっきのカンカンとは違うビジュアルでしたわ。こんな感じ。わ、すっぴんと並べるとやばい。ブス。こんな感じです。あ、これ割と漏れてるやん。私割と漏れてる、よかった。すんごい、どうしよう、漏れてへんかったらどうしようって思ってんけど、だいぶ漏れてるですよ。イエーイ、よかった。だいぶ漏れてるわ、よかった、安心しました。いや私ほんと一時期グッズが漏れなさすぎて悩みだったんですよ。なんか絶対もっと可愛いのあったやろって思うぐらいほんと漏れなかったんですけど、これ漏れてるから嬉しいです。これ買った人、これ買った人少ないやろうな、あんまいなさそう。これ買った人は正直あんまおらんやろ。これ買った人ほら、なんでこれっていうのよくあったな。やってほら見て、ファンの人も思ってんねんって。なんでこの写真なんだろうって、ブスやなって。絶対思ってた、だって私だって思ってたもん。やっぱりそう思ってたよね。やっぱりそうやったか。昔はね、だいぶ、でも今はだいぶ生写真にしろ、グッズにしろ、だいぶ漏れてます。よかった。安心してみんなグッズを買ってくれ。グッズを買ってくれみんな。全グッズ2セット買ったよって。あはは、2セットも買ったの。何、保存と使うよ。ありがとう。頭いいね。これがフラッグでした。ほんで次は、こちら T シャツです。こちらモノクロにしてみました。でこちらの写真がですね、ドーンってこんな感じで胸元に来るんですけど、この写真はプラチナフラッシュさんに出させてもらった時の
写真です。手に持ってるのはイチゴ。これグラビアさせてもらった時でも、グラビアさせてもらった時やけど、なんかエチエチすぎないのでこれにしました。ちょっとおしゃれな感じで、そうしたくて。でここのあの端っこの方になんか文字書いてるんですけど、これ何語でどういう意味だったかは忘れました、すいません。何語でどういう意味にしたんだっけな、うん、ちょっと忘れちゃった。なんだっけな、私なんて言ってましたっけ、生誕グッズ作った時。ちょっと忘れちゃったな。あ、そう、フランス語だった気がする。フランス語でなんか私なんだっけ、なんかね、そういう意味、私だけみたいな感じの意味だった気がする。忘れた。なんか毎年毎年考えとったら、なんか何が何だったか覚えてない。自分の国の言葉じゃない国の言葉なんて使っちゃうから。あ、ほんで最後これです。なんだっけ、ティッシュじゃなくてタオル。今年こそもらえないかと思ってた自分のグッズ、でももらえてよかったです。そう、私ね今年自分のグッズもらえないんじゃないかって思ってたんですよね。これがマフラータオルです。じゃーん、これめっさかわいいない。え、もうゆなこれお気に入りやねん、見てよ、かわいい。りょうくんとハートちゃんと私は23歳になったので、23歳、これはランダムに大きさの違うハートちゃんと23歳とレオくんを入り混じらせてもらって、ちょっとでかいな、おるな、ちょっと待ってよ。こんな感じで、これ全部この絵は私が描いて、この絵でお願いしますって言って作ってもらってます。なんでこれは手で描いたやつ、修正してもらってない、私が手で描いた絵を使っていただいてます。これがハートちゃん、しかも私がよくやるこの癖をちょっと再現しました。そう、ちょっとこういう口よくやってしまうんで。でこのハートちゃんで、今回はハートちゃんはいつもリボンかは王冠なんですけど、王冠にしました。基本ねベースは王冠なんですよ。リボンの時もあるんですけど、まぁ、ちょっと王冠にして、でこれ23歳、紫です、紫、薄い紫と濃い紫で23歳。あと我が家のアイドル王くん、王くんをこんな感じで。王くんは黒と黒っぽいグレーなんですよ。でもここで黒使っちゃうと、あの目とかが見えなくなっちゃうので、この辺全部がね、なのでグレーに、王くんの色をちょっとグレーに、もうちょっと王くんはね黒に近いグレーなんですけど、まあちょっとね真っ黒だとこれ見えなくなっちゃうので、薄いグレーにして見えるようにしました。であえて全部このなんて言うんだろう、縁を黒にしてちょっとこう目立たせたというか、目立たせたっていう感じで。でこのタオルのここのバッグも色つけようかなって思ったんですよ、何か薄い色でも。なんですけど、まあえてなんだろうな、絵がいっぱいあるのと絵がいっぱい合ってるので、なんかまあ色つけたらちょっとごじゃるかなと思って、あえてこうシンプルな感じにするために白にしました。本当はね、もうちょっとバッグに色つけるともう少し印象的な感じになるのかなって思ったりもしたんですけど、ちょっとね白の方が一番この可愛さが引き立つかなと思って、やっぱり白にしました。前回の22歳のお誕生日の生誕グッズが、まあ、ユリナしか、あの丸々しか勝たんっていう言葉が流行ってたじゃないですか。だからユリナしか勝たんっていうのにして、あのデザインがこうチョコレートが大好きなので、まあ、チョコレートのデザインっぽくして、あのなんて言うんだろうな、まあなんか内輪じゃないけどこうやってできるような感じのもの
にしたいなと思って、そう名前を入れてゆりなしかカタンっていうのを作ったんですけど、なんで今回はどっちかっていうとちょっとシンプルな感じにしたいなと思って、このシンプルな感じにします。結構ゆりなしかカタンはね、劇場とかでもですけどね、結構持ってきてくれてる人がいて、こう見送りの時とかにこうやってやって歩いてくれてる人がね、あの生誕グッズで出した時、何人かやっぱあの使ってくれてる人いらっしゃいました。そう嬉しいですね。なんでやっぱちょっとね違うような感じでっていうので、結構いろいろこんな感じでね、今年もこだわって作らせていただきました。24歳どうしようかな。なんかさ、こういっぱいやってるとさ、ほんとデザインどうしようかなってねなってくるんですよね、だんだん。なんか何がいいかなって、結構最初の方は絵とか使ってたんですけど、で今写真、写真をこうなんていうんだろう、使ったやつがすごい今多いじゃないですか。だからまた次は写真じゃないのにもしよ、なんかまた絵とかなんかに戻そっかなって思ったりもするし、写真にしようかなって思ったりもするし、ちょっと迷いますね。どうしようかなって毎回悩むんですよね。長年やってるとネタ尽きる感じはありそうって、いや本当にあるんですよ。待って、どうしようってなって、そう瞑想に入ります。迷っちゃうな。そう迷っちゃうよね、わかる。もはや何がいいのかちょっと迷っちゃうよね、めっちゃわかる。なんかさ、日々じゃないわ、年々にグッズもね増えたり、なんか昔は T シャツだけだったんですけど、 T シャツバッジだけとかだったんですけど、だんだん生誕グッズの数も増えてきましたよね。なんかレパートリーっていうんですか、ああいうの。なんていうんですかね、なんか生誕なんていうんですかね、グッズの多さか、なんか年々増えてきたりとか、いろんなアイテムが出てきててすごい嬉しいです。そう嬉しいですよね。でもどうなんだろう、ファンの皆さん的には、そんな買うのはいっぱい買えないよってなるのかな。まあ、でもさ、なんて言うんだろう、選べる選択肢はさ増える
いいよね。うちわ出してほしいだって。ああ、写真のうちわか。最近ないね、写真のうちわね。最近写真のうちわないですね。一時期さ、浴衣だったりとかさ、なんかエイトの日とかもあったっけ、写真のうちわ販売みたいな。なんか結構一時期写真のうちわ、大きいサイズのさ、なんかあるじゃないですか、出てたのに。なんか最近あんまりないですね、なんかグッズでも写真のうちは。あ、でも舞台のなんだろう、マジムリ学園の、私たちがやった1個前のマジムリ学園の話あるじゃないですか。マジムリ学園のやつではグッズであったんですよね。でも私たちがやったマジムリ学園のはグッズな、うちわはなかったので。そうそうそう。いつから出てないんだろう、マジムリ学園じゃないわ。なんだっけ。うちわのグッズ、写真のうちわのグッズっていつから出てないんですかね。あ、今年の夏の福袋にも一応入ってるけどね。だって嘘、入ってたっけ。ああ、うちは単体で売ってほしい。ああね、確かに確かに、それはあるかも。うちは単体で売ってたのっていつ いつでしたっけね。覚えてません。うちはね、うちは確かにいいね。うちはアクスタ、その辺が欲しいですね。アクスタ、未だにビッグセンスの使い、センスの使い道がわからない。ゆいのもわからん。目でも分からん。でも我が家では飾っとったよ、普通に。それをポーンって立てかけて存在感放ってましたわ。アクスタでっかいやつ買ったの？すごい、アクスタでっかいの買った人初めて聞いたわ、うち。
筒の大きさのアクスタが欲しいね。個人的にね。だってさ、今アクスタ需要結構高くないですか？結構アクスタ、アニメのアクスタもそうですし、結構やっぱアクスタってマストでさ、グッズ化されてるじゃないですか、全体的に。やっぱアクスタって持ち運べる推しでいいんかな。でもなんか AKB のファンの人はアクスタ持ち歩いてこうやって写真撮ってるっていうよりかは、なんだろう、生写真とかなんか写真持って歩いてる人が多いなってすごい思う。なんかアニメのオタさんとかだったら缶バッジとか、そうじゃないですか、板バッグとか今流行ってるじゃないですか。板バッグ持ってとか、そう、アクスタとか結構見るけど、なんか AKB のファンの人は結構どっちかというと写真が多いなってすごい思うよね。そう。アクスタ傷つけそう。確かに。あとさ、失敗すると割れ、なんかアクスタケースって売ってるけどさ、なんか失敗しちゃうとさ、折れちゃったりするんじゃん、パキッとパキッと。あれが怖いよね。だから推しはやっぱ並べとくもんだな、アクスタの推しはね。やっぱ並べて持ち歩くんだったらペラペラの写真がいいよね。場も取らないしね、ペラペラだと。ハードケースに入れとったら折れる心配もないし。あとはなんかキーチェーンとかね、で写真撮るか。そうだよね。あとはなんか昔スマホケースとかも売ってたじゃないですか、推しのスマホケース。そう、こういう感じのやつのスマホケース。ねえ、売ってたよね。そういうのあったりとか、まあ、あとはさ、会社のパソコンの画像が欲しいとかね。ね、持ってるだけでオシャレペイできる、いいよね。でもまあ逆に持ってるだけでオタクなんだって思われちゃうけどね。もろ出てるからね、スマホケースがあったらもう写真がドゥーンってね、ここに。そう、あとは待ち受けの画像とかがさ、あのアイドルだったりとかね。あるよね。うちの家族はパパとかは待ち受けとか、ゆいなだったっけな、兄弟3人だったっけな、忘れちゃった。今何なんだろう、なんかいろいろ変わってるからちょっと分かんないけど、
なんかね、推しにね、私もね、あの6画面推しを推し、誰か教えてあげようか、ハローキティちゃん。ロックもホームもハローキティちゃん。そう、私もあのロック画面とホーム画面推しです。待ち受けでめっちゃ評価高いのって、嬉しい。そうそうそう、だからいいよね、誰ってなるもんね、推し、推しをホーム画面にしてたら。ね、いいよね。そうそう、いや私の親もだいぶ親バカだからね。そうなんですよね。ちょっと前まではあの待ち受けは私だったかな、私と妹だったかな、今何になってるのかちょっと分かんないですけど、グッズとかめっちゃ買ってるからね、本当に。本当に、え、だからさ、なんか仕事場とかでさ、そのアイドルオタクだとさ思われてたんだって。そのさ、画面とか、あとあのさ、スマホケース、そのそれこそグッズでスマホケースあるじゃんって話してたじゃないですか、あれパパ買って使ってたの、使ってるんですよ。そう、え、だからさ、アイドルオタクだとさ思われたらしくて、会社の人から。そう、なんかさ、なんかそう、アイドルオタクだと思われてたんだって。そう。まあそりゃそうだわな、アイドルのさ、私のさやつのスマホも公式出てるやつね、あのスマホケースじゃん、まあそりゃね、そう見えるわな、はたから見たらな。そう、え、娘ですけどみたいな。そう、そうなんですよ、だから家にもうめっちゃ私のグッズあるんですよ。そう、そうなんですよね、一時期めっちゃ飾ってたんです、親が家に。いや本当に嫌だった。え、しかもめっちゃ人目につくとこなの、え、ほんと玄関すぐみたいなとこに飾ってて、宅配に来た人がさ、もう目につくとこに飾ってたんですよ。でも本当に恥ずかしかった。なんか今はね、落ち着いてね、今落ち着いてたかな、うん、なんか落ち着いてちょっと変わってたんですけど、そう、前までマジでブワーってなってて恥ずかしいわと思って。そう、めっちゃ恥ずかしかったです、本当に。いや誰みたいになるやん。そう。まあまあ田舎の家やからね、大体来る人決まってるけどさ、ねえ、本当にそうなんですよ。でも結構多いですね、やっぱそういうお母さんお父さんメンバーの話とか聞いてると、そういう親もね結構多いっぽいです。そうなんです。そうなんですよ。ね。だからこのもらったグッズも実家にあげる。そう、あ、よし、じゃあランキングやめます。
家にね、これ家に置いてたって使わないから、私。 いや、このフラッグとかさ、絶対飾らないもん。てか飾れないし、ここ押しピンさせないんですよ、この壁。だから刺さないんですよね、押しピン。そう。いや、持ってても意味ないんでね。なんかさ、壇上がバグってんだよね、今。コメント欄正常に動いてるんだけど、なんかね、壇上がすごいバグってて、なんか変ですね。13位、さあまささん。12、しんさん。11、ヤングさん。7月ありがとうございました。だって、こちらこそ。10位、カラッチさん。9位、ハル太郎さん。あっちこっちしてないから優しくしてね、だって。あっちこっちしてないから。 いつも優しいやろ。 8位、近いしんさん。7位、メトロポリスさん。6位、ロバさん。5位、ツッチーさん。好きって気持ちが負けてます、だって。ありがとうございます。 4位、あーさん。3位、地道な走り屋さん。今日の話し会も最高に楽しかった、だってありがとうございます。2位、ワイマツさん。お話し会ありがとう、だって。こちらこそありがとう。そして今日の第1位は和之さんです。イエーイ。そしてですね、地道な走り屋さん、熊かけ10匹ありがとうございます。ワイマツさん、熊かけ10匹ありがとうございます。そして和之さん、熊かけ10匹ありがとうございます。はい、というわけで今日はこの辺で失礼したいと思います。今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日のショールームでお会いしましょう。バイバーイ。